皆さんこんにちは。今日は眞子内親王殿下の、お気持ちを私なりに考えてみました。ご結婚ですよね。小室圭氏と、ご結婚されるということで、発表されたんですが、いろいろあって未だ、ご結婚には至っていないっていう状況になってます。で、眞子内親王殿下がなぜ小室氏を選ばれたのかっていうので、考えてみたんです。で、眞子内親王殿下は、お生まれになった時から、皇族でいらっしゃる。で、一般人とはそのまるで違う人生を歩まれてるわけなんですよね。なんかの時はなんかマスコミが来たりいろいろ報道されたり、一般人は普通はないですよね。それでですね、眞子内親王殿下はその皇族になるっていうご自分で決めて皇族になられたわけじゃないんですよね。もうそういう血統皇統によって決まってるんで、その皇統によってなってるんで、ご自身の意思ではないっていうことになります。で、ということはですね、なんかいろいろその一般人と違う生活をされている中で、多分あれ自分の意思ってどこにあるんだろうというようなお気持ちになられたんじゃないかなと思うんですよね。で、近代以降この世界はですね、個人の意思を尊重する、個人の意思が、素晴らしいものだっていうような流行が大流行してるんですよね。そういう考え方がですね。で、個人っていうのは要はですね、自分の意思で物事を決めるっていうのが個人の意味だと思うんですよね。だからその自分の意思でその決めるのが一番だっていう風潮の中で、あれ私の意思ってどこにあるんだろうというお気持ちをお持ちになったのは、そのかなりその悩まれることになったんじゃないかなと思います。で、結婚というのはもう人生の一大大きな、決断になりますよね。その時にもしですね、例えば周りがそのみんなこぞって喜んでくれるような人を選んだらどうなりますかね。うわ、さすが皇族でいらっしゃると、もう申し分ないっていうか、申し分ないまではいかなくても、さすがだなっていう、もう立派な方を選ばれたってみんなが褒めてたら、あれ私って、いや私が選んだんじゃなくてみんなの意思を私がなぞってるだけなんじゃないかなっていう、そういうお気持ちになるなられるんじゃないかなって思います。私の意思じゃなくてみんなの意思なんじゃないの、なんか私の意思を取られたような気持ちになられるんじゃないかなと思います。これに対して例えばみんなが反対するような人を選んだらどうなるでしょうね。みんなが、え、その男性はちょっとやめられた方がいいですよ、いやその男性はちょっとふさわしくないと思いますよとか、いや皇族じゃなくてもちょっとその男性選ばないような人ですよとか、そんな感じにそのみんながその、みんなって全員じゃないですね、中にはそのいいですねとかいう方も一部にはいるんでしょうけど、とにかく多くの人がそのいやそれはっていう、反対の意見を持つような人を選んだらどうなるでしょうか。あ、これこそ私の意思、間違いないですよ。だって反対してる以上はその人らの意思じゃないのは確かなんですよ。で、この人らの意思じゃないっていうのは確かだっていうことは、誰の意思だっていうのに自分の意思、あ、ここにこそ私の意思があったわとかいう、そういうお気持ちになられたんじゃないかなっていうのが、私の推測なんですよね。だからそれは大変な反対されてご結婚もおできにならないで、お辛いんでしょうけど、同時にご自身の意思を生きているっていう感覚を持たれている、ちょっと尾崎豊の歌詞を借りると自由になれた気がされてるんじゃないかなって思うんですよね。
まあそういうわけで、まあ、今に至るまでそのご結婚はされてないし、まあ小室氏は、アメリカに行かれているということで、非常にまあ、今後どうなるかも、まあ、分からない、私なんか庶民には分からない状況です。まあ、そんな中でですね、ちょっと今日は私なりの、まあ、推測に過ぎないんですけど、まあ、見方を申し上げました。ご視聴ありがとうございました。